してないとします。韓国放送とかぐる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 回ったりとかさ、うん、ね、たまにほら行動部に刺したりとかさ、映してるのはクッさんでしょ、映してるの、映してるのはクッさんだからね。あ、モレさんだ、モレさんいらっしゃいませ。ヤコツドスドスエね、本当は、まあ、バスの中でびしょびしょだもん。うん、クッさんその前にもその前に一日びしょびしょになってる。車走ってんだもん、うん、どっかでね、帰る前にまたシャワー浴びないと。本当にもう円楽さんとラバ入っちゃうぞ入ってますよ、ね、はい、はい、クッさんも一緒です。もう、ね、あ、モレさんいらっしゃいませ、ね、バッテリー取り替えてます、ね、すいませんね、皆さんね、京都の工事です。もうさっきもね、放送円楽さんがね、あの落ちちゃってね、しょうがなく僕は途中から放送始めたんですよ、うん、現地のガイドさんも来てたんでね、うん、あのパッチキツアーその後やったんですよもうすごかったですよ、もう放送できない、うん、危なくって、あのパッチキツアーはあそこ危ないね、危ないね、危険な匂いが、うん、放送してたらね絶対来ちゃうリアルに、うん、クッさんは平塚から京都ですね、うん、平塚だよ、平塚から京都直に、直に、直に、え、平塚から京都に直に来た、来てねえよ、一回新宿戻って、ね、うん、それで延暦さんと一緒に来たんですよ。これから比叡山延暦寺に行くかな、っていうのは嘘だけど、清水です、清水に、ハポンさんいらっしゃいませ。清水にあれですよね、あの修学旅行の女子高校生見に来ました、うん、今そしてる、ね、それが一番なんですよ、今いっぱいいますよ、中学生ですかね、あれはね、うん、中学生ですね、中学生だね、髪の毛がね、黒いの、うん、高校生になると色気づく、色気づく、ありがとうございます。あれドボンさんかな、これドボンさん、円楽さんすまんって書いてある、うん、ね、本当にすまんっていうか、ごめんね、こっちもね、うん、あの出た先のね、サテンにいたんですよ、うん、メールだ、ツイートしたんですけどね、そう、ツイートしたんだけど、ドボンさん持ってなかったから、うん、ね、どうしようがないよね、これ、ね、忘れちゃった方が悪いから、うん、だからずっと待ってたんだよ、僕たちも、そうそうそう、予定よりも1時間ずらして、そうそうそう、でもさすがね、もうあのガイドさんがね、昨日から寝てなくて、なんか昨日三宮の方をガイドしてたっていうから、うん、三宮の方ガイドする、三宮の方ね、神戸じゃないですか、ね、神戸ね、京都の人なのに ね、ガイドさんね、いろんなとこね知ってるもんね、中国人だ、あ、朝鮮人じゃないんで、中国人だね、中国語ですよ、僕分かります、うん、徳和です、中国人のツアーだそうです、中国人のツアーです、じゃあどうします、え、休む、え、もう疲れちゃった、疲れちゃった、ね、これから坂登ってクッさん疲れたそうです、疲れちゃった、もうここで待っててもいいよ俺はって、ね、もうね、さっきね、とある人とね、まあ、その円楽さんの込みだからね、喋っちゃダメだな、うん、とある人とね、うん、あの慶新会 3B の悪口ずっと言い続けた、まあでもね、しょうがないよ、京都だから、中国人とかシナ人、中国人とか朝鮮人が多いのは、ね、向こうの方が金持ってるからね、いや朝鮮人か中国人だよ、ほとんど、うん、あ、やっぱそうですか、韓国語じゃなかったんだ、うん、あれ、うん、ほらね、うん、これ朝鮮語じゃないの、抑揚が全然違う、そうね、で服装がほら垢抜けてないじゃん、うん、ね、うん、日本人は今お金ないから、うん、日本人ちょっと全体的に、うん、やっぱ外国人が多い、みんなシナ人、みんなシナ人だな、これ、ね、あの学生以外は、うん、お前とはん、ね、あ、ドボンさん見たよ、うん、また送ったので、だろう、ね、DM、 すいませんね、ドボンさんね、なんかお腹空いてきちゃった、さかのぼったら、ね、朝がさ、モーニングしか食べてないんだよ、モーニングトースト一枚だもんね、うん、びっくりしちゃった、うん、坊さんと舞妓さんが今一緒のフレームに入りました、ね、うん、ね、いいね、みんなね、舞妓さんですね、もう京都ですよ、ね、そう、修学旅行以来ですよ、ここに来たの、ね、全然記憶にねえよ、もう、でも、なんで俺ら京都にいんの、男二人で、本当だよ、何やんの今日、何しに来たの、観光来たの、え、観光に来たんじゃないの、だって4時まで暇だもんね、うん
いや、お昼は待ち合わせがあるから。だあとね、五穀神社行って何するんだっけ、二条城行くんだっけ。そうそう、五穀神社行って、京都御所行って、二条城できれば、そこら辺は回りたいなと。回りたいなと。デモが始まる前まで。そう。で、一応ほら、デモで、うん、反日勢力と慣れ合ってる人がつって、俺が追い出されて、うん、で、反対側から中指を立てると、うん、そういう予定になってます、今日の予定は。うん、おじさんもう疲れたって。疲れた。だってさ、一昨日雨の中でさ、千葉でデモやってたんだよ。ちゃんと3日連続で。断固って。3日連続ですもんね。3日断固ってね。だから昨日は静かにしてた。結構ね、紅葉は進んでるかな。まね、あっちはまだそんなに、ね、そんなに色づいてないね、まだ。暖かいからね。暑いもん今、うん、いや俺ちょっと行っちゃいますよ、休んでる、うん、今ね、円楽さんがね、ふんどし一丁になるっつってね、だってね、え何つかも、え何俺持ってくんだよ、え こうやって、あ、脱ぐじゃないの、え脱ぐじゃないの、上脱いだ方がいいんじゃないの、暑いから、脱いだらつなぎだけで、いいじゃん、つなぎだけで、脱いでも脱がなくて、言ってもいい、これですよ、うん、大丈夫、大丈夫、今夜です、もう、ね、これ以上チャック下ろしたらまずいんだよ。チャック、これ以上。まずいんです。危ない。もうそんなこと言ったら中から円楽さんの91ミリが出てきちゃうよ。ね。一応否定しとこうか。ね。今否定しなかったからな、91ミリだな。91ミリじゃないよ。ね。じゃあ証拠出せ。さんいるんだろう、今届いとくよ、いいよ、行くよ、はい、で今一応絵だ、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 ダメだよ、地味に気づくから地味に気づくから、地味に気づいや、みんなが心配してんだよね、絵だくさん心配しなくて、大丈夫かな、ちゃんとハゲるよ、年になるから、行きます、しつこいな、クッさんの芸は、クッさんの芸はしつこい、まさに粘着だよ、粘着おじさんだからしょうがないな、粘着だし、あれじゃない、なんだっけ、スパイであり、スパイであり、なんだっけ、あとなんだっけ、あとは気違い、気狂い、気狂いじゃん、おはようございます、なんて言われてたんだっけ、俺いつも気違い、いや、そうじゃなくて気狂い、あ、工作員、工作員ですよ、工作員です、工作員として なんとか円楽さんを、左に引き連れなきゃいけない、カステラだって関西弁しか聞こえない、関西弁と中国ぐらい北京語しか聞こえない、右が今全部そうですよ、そうそう、クッサン、これから清水寺をちょっと見に行く、多分ね、お金がないから中には入らない、あ、ラグってよね、結構これがよく見るね、清水寺の前に行く、そうそうそう、前もねさっきまで坂登っててね、車がどんどん通ってたから、あれ、ここじゃないのかなって思ってたんですけど、やっぱり先に行くとね、駐車場があってもこう人しか通れないところが、あ、ひげ剃らなきゃ、そうですよ、ワフですよ、なんかジョリジョリすると思った、うん、まあいいんじゃない、早く見て、こうよりあっち側になるから、あっち側ちゃんだって、ね、が入ると、うん、で髪の毛になってさ、うん、でそのうちほら、風下のチャンスを水辺の匂いがするようになってきたらさ、最悪じゃないかよ、どんな匂いなの、イタチ臭だよ、イタチ臭、あ、出た、イタチ臭、イタチ臭、動物園行くと分かるよ、イタチの前に行くと、タヌキと同じ匂いよね同じような匂いがね、タヌキ臭、タヌキさんが怒る、ね、なんかやっぱり手で持って食べながら歩くから、そうですね、うん、それがふさわしいですね、でも人にくっついちゃうからな、うん、何とか手なんとか手なんとか手なんて、でも中国ですから、うん、やっぱ中学生だから原宿今は関西弁でした、ね、バスはあんまり眠れなかった、円楽さんという方はね、勝手にクッさんが呼んでる架空の人です、架空の人です、淡路さん、淡路さん弟だっけ、いや、いとこの方、いとこの方、まあ、人格がいっぱいあるんだよ、この円楽さんっていう人も、1B から 10B までね、
硬さが違うからね。ここにいるね、柔らかい、円楽さん柔らかい方ね、なんか。あれ、鉛筆は数が多くなるほど柔らかくなるんでしょ。 B よりか 2B よりも 3B だから。そうそう、京都来てる、ね、女子高生を映すように、はい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 。いや、ここは足元、足元な、京都な、京都でもはね、何時からだっけ。4時だっけ。だから3時ぐらいに行くよ、うん。だからお昼食べて、その後京都御所と二条城行って、それからだね。はぁ、まだ階段になるよ、やめてくれ。クークさんが母行ってます。母行ってます。はい、なんか興奮してるみたいです。はぁ、あ、TK さん来た。TK さん、あ、でも間に合ったらでも行きますって言ってる。何考えてんだよ。歓迎するけど大丈夫なのかな。大丈夫なの。ただいまの時間はこの石段での撮影を禁止します。あ、そう、混むから、ね、誰だ片思い。あ、そういうことか、うん、これ撮影じゃないです、ね、中継ですから、撮影じゃねえか。あ、着いた。結構紅葉始まって、まだ紅葉始まってないね。山の方まだまだだね。この葉っぱはなんか赤くなってるけど、これ紅葉樹だから、ね。今前が中国人の集団が、うん、尖閣は日本の領土だ。まあね、韓国人みたいに盗まないからね。尖閣は日本の領土だ。あのシャツ着てくれよかった。尖閣は日本の領土だ。フリーチベフリーチベフリーチベクッさん最高だね。フリーチベフリーウイグル、フリーウイグル、フリーウイグル、フリーウイグル。だからね、本当ね、本当はね、明日ね、お金があればね、チャンネルさん頑張れ日本のあれに出た後ね、個人で岸田大使館に行ってね、ウイグルの講義しようかと思ったの。フリーウイグル、お金がないからね。お金がないんだよ。だからカンパ、カンパをお願いします。カンパ、こちらは正真正銘の活行動してますから、ね。はい、わこっちです。商品券でいいからね、すぐ現金化しちゃうから。便利な世の中だ、気持ちいいだからね。フリーウイグル、フリーモンゴル。母行ってきた。母行ってきたね。困った、エナさんが興奮し始めた。やめてください。すごい、前が女子中学生だと思うと。もう一回、嘘ですからね。嘘ですから。興奮してる。してません。もうエナさん。だって子供がいてもおかしくないのね。もうエナさんが女子中学生の吸った空気を吸ってると思って。変態じゃん。もう顔が変態やん。すごいです。変態ですよ、連絡さん。みんな合わせると。腹減ったよ。ここは延暦寺です。延暦寺ですか。あ、ここ違った。清水寺だ。清水寺です。延暦寺じゃないや。最後の広橋。安橋買った。広橋、俺名前やったんですよ。あ、なんかもう、フリーコリアン。あ、そう。フリーコリアンと言わねえよ。熱いな。とっとと行きましょう。あ、暑いですか。うん、何それ、今から女子学生に近づいて通報します。勘弁してください。子供、そっちの趣味ありませんから。盗撮してとか言われてる。円楽さんは少し男色の趣味があるぐらいで。ないよ。やめてよ。ないよ。だバスの中も、ね、ふんどし一丁で寝したら、で廊下側にいたからみんなに触られてるの。なんだそれ、なんだそのウホイで、ウホイで、ウホイバスは。一応通報した、ね、通報した、通報された、通報された。気をつけなきゃ、気をつけなきゃ。ああ、入れないんだ。もう古くなってんだね、うん、20年前に来た時より古くなってるね。ねえ、俺もね、さすがにね、結婚直後に来たから。20年前ぐらいですよ、本当俺も、うん、同じこと来てんだね。うん、まあ大体ね、名所ですから、ね。なんか古くなってるね、筋肉で。そこで受付で、なんかお金払うのかな。ちょっと待っててな。縁結び。